そっか、まだあれか、キャンペーンがさ、キャンペーンって夜からなんか、キャンペーンが夜からなので、ちょっとこの配信は短めにしますね。そう、お顔テカテカ。ちょっと今日さ、スキンケアしとるけんさ、スキンケアちょっと入念に保湿したけんさ、ちょっとこのまんまテカテカでこのまんまちょっとテカテカでやらせてもらいます。なのでスクショ NG です。NG でよーろー。朝配信はね、通勤電車なう、通勤電車に揺られてますか。あー、こうすればいい。ちょっとさ、昨日さ、ヘアバンドしたまんま寝ちゃったんですよね。ヘアバンドしながら寝てしまうと悪夢見ませんか。私は見てしまう。ちょっとうなされました。おはよう。スクショの件、はーい、優しい、みんな優しい。あ、なんかね、スタバぶち開けたらしい。てか、なんかいろいろなんか昨日の夜めっちゃ薬日だったらしいよ。薬日じゃんって、すぐ報告が来ました。ぶちまけましたって、スタバほぼぶちまけて。飲めんかったって言った。パヤモッチさん、初見です、はじめまして。あ、サーヤンのファンの方よね、このアバターは。はじめまして。こう見えてちょっと今テカテカウーマンなんですけど、こう見えてチャートリでーす、よろしくお願いします。それ連絡来た。わー、久々の登場、どうもどうも、おはようございます。ただいまの時刻、なっちゃん時報、なっちゃん時報、ただいまの時刻7時6分です。てかもうやばい、髪の毛自分でなんか最近外肌にできるようになったら、すごい、痛むようになりました。ひろし BKK さん、キャシャンさん、ありがとうございます。ジートクさん、ありがとう。ねえ、ちょっとさ、みんなにさ見せたいんやけどさ、あのメールでさ送ったんやけどさ、じゃーん、見てほしい、私のかわいいエアポッツ、私のかわいいエアポッツ、私のかわいいエアポッツ、チーズ型したエアポッツケース、じゃーん、かわいくない。見てこれ、ほら、エアポッツ入ってるんですけど、危ない、接続されてしまう。じゃん、じゃんじゃんじゃん、見て、チーズの柄で、これよう見たら、あのチーズの穴という穴から見て、はい、ハムスターが覗いてるんです。かわいいでしょう。これはね、韓国からお取り寄せしました。ほら、チーズの穴という穴からハムスターが覗いています。かわいいです。そしてニンニク、これ超かわいくない、これ超かわいくない、これシーンでゲットしたんだけど、ニンニクの、もうちょっと私ニンニク結構好きで、あのニンニクマンさんに負けないぐらい結構ニンニク好きで、じゃーん、じゃーん、
ニンニク一かけの、こんなん売ってるんだよ。見つけた瞬間に買いました。ピロ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 ン。なんかさ、もうなんか臭い、臭そうよね。なんかニンニク臭漂ってきそうなんだけど、無臭でーす。無臭だ。Good morning, good morning。 あ、昨日の夜配信聞けなくてごめんよー。わへーん、ウィーウィーよー。しゅーちゃん、レインボースターありがとうございます。じゃあこの配信30分までしますね。この配信は30分までしますね。はわ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 。泣いたらダメだよ、キョリョピー。あ、見て、超可愛くない？このスウェット、このスウェット見て見て、スヌーピーがタツ、タツ柄のスヌーピーです。おはようございます。てかてか、ウーマン参上でーす。今日喋り方ギャルい、確かにギャルいかもしれない。なんだ、おはよう。昨日寝る配信行けなかった理由聞かないでな、聞いちゃろ。なんでですか？北海道のくまぽんさん、マトンありがとうございます。確かに今日めっちゃ雨かもしれん。なんか外から聞こえる音が雨っぽい。へえ、なんか久々っていうか、なんか最近よう雨降りますね。みんなの地域はどうですか？わ、なんか今日なっちゃん時報すごいさ、霧のいい時間を逃してしまう。ただいまの時刻7時11分です。7時11分です。なっちゃん時報、なっちゃん時報7時11分です。おはよう。その他の人の配信行ってたでしょ。おはよう、こんばんは。みんな何してるの？みんな二度寝しちゃった？昨日朝でしたって。今日は雪降る。え？マジ？マジ？あ、なっちゃんふんです。そうです、今7時12分です。今日はおきさんも朝配信してる。おろ、いいね。おはよう。自分でお弁当作ってますって、え、めちゃめちゃ偉い、めちゃめちゃ偉いんだけど。え、いいね。自分でお弁当作ったらもう好物ばっかり入れるじゃん。そう、そんなわけないじゃん。夏希の配信中にガークそんなことしないもん。ちょっと動揺しとるね。おはよう、てかなっちゃん、イエイ、てかなっちゃんでーす。ペッペッペー、ペッペッペー。
よ。絶対になっちゃん時報15分は逃さんよ。確かに今日そっかイベント期間中とかやけんか、この名前で枠なんていけないもん。名前変えてるんでしょ。そう、絶対に絶対に。なんじゃろ歌詞なんか。うわ、十字架さん100回目の訪問ありがとうございます。あざざーす、あざざーます。ぜひコメントしてね。なんか今日みんな、今日の朝はみんなコメントしないでなのか今日は。でもなんか雨の日ってさ、なんかあーってなるよね。雨の日って雨の日イコール低気圧？え？違う？この辺だよね。他枠なんていかないよね。あ、ただいまの時刻7時15分、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 なっちゃん時報、なっちゃん時報、ただいまの時刻7時15分です。あ、みんな確かに、え、なんかさ、昨日がなんか日曜日な感じがしなかったのはみんなも一緒なんかな。多分そうだよね、多分そうだと思うわ。だからみんなも少しまだ眠いんか、安定の眠たさで遅刻しそうというので、うわ、みんな頑張れ頑張れ朝からちょっと気合い入れていくよ。はい、みんな、はい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 、じゃあこの私のこのリズムで起きよう。はい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 、はい、布団をひっぺがせー、はい、布団をひっぺがせー、はい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 、そして飛び起きろー、じゃないと遅刻する。おはようございます、ピンです。今日はちょっと昨日ね、ちょっとスキンケアを入念にしておりまして、テカテカウマンとなっております。保湿をしております。今遅刻しそうと戦ってるのはちょっとやばい。あ、低気圧、雨が降ってる。いや、低気圧、イエス、いや、低気圧にやられてるね。少し眠い。にゃ、にっしゃん。え、なんか久しぶりですか？にっしゃんさん。ハート。ありがとう。そのリズムで起きる人はすでに起きてる人。10部屋回ってて、やばっ！え、待って、朝から10部屋も配信してんの？なっちゃんとこだけ軽装なんだけどって、どういうこと？どういうこと？あ、私がってこと？すっぴんってこと？わ、有機オフは最強。真央さん、だるまちゃんありがとう。めちゃくちゃ薄いパック貼ってる。貼ってなーい。あ、でも貼ってるもんかもしれん。あ、994日、ありがとうございます。イイ、遅刻しそうな夢は嫌じゃねー。まだしそうやけん、まだ助かっとるよ。した夢は、遅刻した夢は超嫌だ、超嫌じゃけど。
モコモコフード被ってるメンバーが何それ、何それ、何そのモコモコメンバー、んモコモコフードが被るなんてことある。私はもう朝配信から顔の濃さでね、なんとかもうすっぴんでこう顔の濃さでもうはいもう前進しておりますけれども、今日の夜配信何時からにしようかな。じゃあ今日の夜配信は21時からします。21時からします。バレンタインチャレンジ始まるので絶対に来てください。すごっ、 STU メンバーちょうど10人配信やってた。いやーすごい。そちらも寒いのって、寒いことは多分寒いと思う。でもさ、なんか雨の日ってさ、なんかあったかくない？寒いには寒いんよ。でもね、私暖房ガンガンに入れてるんです。暖房ガンガンに入れてまして、なんとかやっちょります、やっちょりまっちょ。はい、おはよう。朝配信助かるわ。いえいえ、そうイベント期間中ですからね今。早くない？みんな今日もう2月も5日だよ。そしてそして7時20分、7時20分なっちゃん地方、なっちゃん地方他の女性と見比べてもやっぱり夏希ちゃんが、わっ私以外を見ているとか言って、まあ、一番可愛いなら許します。おはよう、おはようございます。お、おはよう、ワルターコちゃん。そう、この配信は7時半に終わるので、7時半から何かやりたいよっていう人はぜひ目安にしてください。そして今日は月曜日、何かゴミの日、ゴミ出しの日ではありませんか？ありませんか？え、そうそう、福田さんのストーリーで福田さんをリスペクトして、リスペクト画角で載せたんですよ。そしたら福田さんから高評価いただいて嬉しい。お嬢が可愛いで再確認のためにいてるんじゃないって。キャー、あ、ペットボトルです。昨日の夜に捨ててきた。お、ナイス。夏希以外見てる心変わりすることまずいだよね。筋肉痛で歩くのやばいって。筋トレしたんですか？え、私さ、昨日の夜さ、昨日の夜さ、昨日の夜マジでさ、もういいってなったことがあって、もうさ、あの左のさ足の裏がさピキーンピキーンってさ、あれ何、あの何、釣ったの、釣ったのかな、あのピキーンって釣って、え、かわいい、え、かわいいんだけど、ピキーンって釣っちゃって、もう明日歩けなくなるんじゃないかなって思った。痛いね。それって小村帰りってやつなのかな。え、そう、昨日久々福田さんがお弁当ポストねしちょったよね。そう、それを見てリスペクト。
ン一回取らなきゃねって、もう一回どころかいっぱい来てよ、待ってるんだけど、待ってるんだけど、話せる日、次のオンライン楽しみにしとるね。他の配信なんか見てないけど、3人もこもこ増え、3人増えとるやんけど、1人増えたやん、おもろ。本人からの高評価めちゃめちゃ嬉しい。2週間ぐらい肉離れしたまんま、やば、肉離れってやばいよね。なんかお兄ちゃんがなっとってキャーってなっとった。マグネシウム足りんらしいって。あ、なんかあとさ、なんか水分がさ、なんか体からさ、なんかあまりないとなるとか言わん、言うよね。ててん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 、めっちゃお腹鳴る。今日2月5日はニコニコの日らしいよ。わっ、ほんまじゃ、ニコ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 いいね、今日もいっぱい笑っていきましょう。そしてただいまの時刻7時25分、7時25分、なっちゃん時報、なっちゃん時報です。30分になったら壇上読み始めますんで、壇上読み始めたら30分だよってことだよ。30分から家を飛び出よう、何かしようっていう人は焦り始めてね。ただいまの時刻26分、あを26分になるところです。今25分です。焦り始めましょう。そんなに話したいって言われとると緊張するって。ラフな気持ちで来た、ラフな気持ちで。おいもちゃん、ハートありがとう、かわいい、ありがとう、おはよう。朝配信助かるわ。いえいえ、今日の朝ごはんは何を食べようかな。え、そう、昨日さ、昨日あのテカテカでも可愛いのにスクショ載せれないのが悲しい。ちょっと頑張って顔作ればいけるかも。あ、ちょっとテカテカに見えん角度を探す。あ、ここ。え、今スクショ OK。今スク、あ、待って。TKG いいね。何か起きても取り乱すことないけど、月の彼女なら隣の人はあたふたする、かわいい。ニコニコ、おはようございます。はい、スクショ終了。今日は黒島結菜感強めやなって。どうも黒島結菜です。そう、私さ、ずっとさ心配だったの。昨日広島駅行っとる方、私もそれ見たんよ、それ見たんよ。え、みんなも知っちゃった？なんかさ、予告みたいな起きとったの。どんな予告かちょっとあんまり言いたくないけど、ちょっとよからぬ予告が広島駅で起こされとったけど、よかった。なんか結構さ、飲食店もお休みだったりさ、
警察も出動したりして結構大変だったみたいね。マジいたずらであんなことやっちゃいかんよ。でも本当に良かった、被害が出んくて。おはよう。そうそう、武蔵が休んどったって結構じゃない？知らんかったって。危ないよね。でもなんかさ、それをさ、多分さ SNS やってたらわかるけどさ、知ってるけどさ、知らん状態っていうのも怖いし、こう知らせすぎてしまうとね、なんか刺激、その予告した人刺激しちゃう感じもするし、なんか難しいよねこういうのって。でもよかった、本当に何も起きなくて。そう、めっちゃ心配してたんよ。よかった。というわけで29分なので、もうそろそろ壇上読みたいと思います。もうすぐ30分だよー、みんな。じゃあ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 、あ、30分になりましたね。誕生日まーす。13位クリミンありがとう。12位セイヤンさんありがとうございます。11位チャンテンショクさんありがとうございます。10位北海道のくまぽんありがとう。9位月影さんありがとうございます。8位鈴木一郎さんありがとうございます。7位しゅうちゃんありがとう。6位電化会さんありがとう。5位あゆまちゃんありがとう。4位タイムファイヤーさんありがとう。3位自徳さんありがとう。2位ケンケンさんありがとう。そして第1位ハイキンさんありがとうございます。はーい、というわけで皆さん、今日も朝配信ありがとうございました。夜配信は、21時からやります。月曜日はねちょっと遅めにね、みんなもね9時から配信なので、ご飯ゆっくり食べて整った状態でぜひ21時の配信お待ちしております。そう、あのバレンタインキャンペーンも始まるのでね、ぜひぜひ皆さんミッション完了させといて、無料のバレンタインチャレンジギフト私のために取っておいてね、よろしくお願いします。それでは、お、明日から夏希の顔見れたから頑張れます。頑張ろう。またね、おはよう。またね、21時了解、待ってね。了解って優しい、みんな仕事終わらんかな。終わりますように。ではまた夜配信で会いましょう。夜配信は21時からです。はい、というわけで今の時刻は7時32分。以上テカテカウーマンでした。それでは配信最後の朝じゃんけんいきましょう。せーの、じゃんけんボン。私はパンを出しました。チョキ、ピースを出した人が勝ちだよ。大体、あ、ほら、やっと学んだやっと学んだ。ピースを出したらみんな大体勝てるよ。今日もピースピースでいきましょう。では皆さん、今日も学校やお仕事頑張っていこうね。みんななんか今日さ、ちょっとなんか月曜日っていう自覚がさ、ちょっとないんだけど、あんまりない感じするけど、ビシッと気合い入れていきましょう。それではピースピースチョキ後出し、めちゃめちゃ後出しでは学校にお仕事行ってらっしゃい。気をつけて行ってらっしゃい。行ってらっしゃい。
行って行って